行きましょう。牛のエリアですね。左側にいると。はい、左側。さっき外から見たでっかい牛なんですけど、白黒の牛と茶色の牛、めちゃめちゃ近いですわ。びっくりしないでね。白黒の牛がホワイトベルティットギャロウェイ、茶色の牛はスコティッシュハイランドキャトルと言います。茶色の牛はスコティッシュハイランドキャトル。ほらでかい、近い。こんだけこの牛が近いのは珍しいですよ。暑い日は基本動かないですからね。茶色の牛はスコティッシュハイランドキャトル、白黒の牛はホワイトベルティットギャロウェイ。大丈夫大丈夫大丈夫。手をパーね。手をパーにして上、手のひらの上に乗せてからあげて。